ミラフロレスの祭壇画、または聖母の三連祭壇画は、初期フランドル派の画家ロヒール・ファンデル・ウェイデンが千四百四十二年から千四百四十五年頃に描いた三連祭壇画、八百五十年以来ベルリンの絵画館が所蔵している。祭壇画を構成する三枚のパネルの大きさはすべて同じ七十一センチメートル x 四十三センチメートルで、左翼には聖家族、 中央パネルには卓形に書せられたキリストの遺体をかぎ抱く聖母マリア右翼にはマリアの前に復活した姿を表すキリストが描かれている。これは左から順番にキリストの誕生死復活を時系列順に表したものとなっているが全てマリアを中心とした構図となっている。この作品には非常に多様な色調の顔料が使用されている。中でも 白色、赤色、青色の色使いが際立ち、特に中央パネルのキリストの身体描写は、ファンデル・ウェイデンの特徴とも言える感情豊かな表現となっている。当時描かれた他の祭壇画と同様に、ミラフロレスの祭壇画にも多くの宗教的、象徴表現が見られる。どのパネルも最上部が丸やアーチ状のフレームで、縁取られ、縁飾りの株並びに、上部のスパンドレルには、 ゴシック調の格子飾りが施されている。さらに画面を囲むようにして、一見、レリーフ彫刻に見える装飾があり、これも複雑な宗教的具意を表している。この扉のようにも見える縁飾りに表現された、様々な具意をはじめ、ミラフロレスの祭壇画は、当時の画家たちに、大きな影響を与えた作品だった。中央パネルに描かれた、キリストの遺体を支える聖母マリア、 セペテロ、セルカ、ミラーフロレスの祭壇画のどのパネルにも扉状の縁飾りがなされ、この扉を通って実際にこの宗教的絵画世界を訪れることができるかのような印象を与えている。どのパネルにも最前方には一段高くなったステップが描かれており、美術史家ジェフリー・チップス・スミスはこの作品を見る者にとってこの聖書の世界が身近なもので、 足を踏み入れることができるのではないかと思わせるとしている。当時の他の三連祭壇画との相違点として、元々のミラフロレスの祭壇画はパネルが固定されており、両翼を折りたたむことができなかったことが挙げられる。通常の三連祭壇画同様に両翼を折りたたむことができるようになったのは、後世に祭壇されて両翼が稼働するように改造されてからのことである。また、 伝統的な絵画作品がこの祭壇画に描かれているエピソードを主題にした時の構成とミラフロレスの祭壇画で採用されている構成とは多くの点で異なっている。例えば、聖家族をモチーフとした絵画にはキリスト、聖ヨセフ、聖母、マリアの他に数人の聖者が描かれるのが通例であるがミラフロレスの祭壇画にはキリストの家族以外は誰も描かれていない。 作品の構成要素の多くは、ファンデル・ウェイデンが、旧来の伝統にとらわれずに独自に考案したもので、一例として、右翼の背景に描かれた曲がりくねった工事は、それまでの絵画作品にも聖書にも全く見られない、ものである。この工事は復活したキリストが、マリアの前に姿を表すために用いた、一時的に、展開と限界とをつなぐための道筋を意味している。 マリアが着用しているローブは、それぞれのパネルで色が異なっているが、これにも象徴的な意味があり、白色、赤色、青色は、それぞれマリアが備えているとされる三つの伝統的な徳である、純潔憐憫、忍耐を表している。白色は、諸女性を保ったままキリストを生んだことを、 この祭壇画で最も多く使われて強い印象を与える赤色はキリストへの深いアれみを、そして青色はキリストに再び出会うまでの辛い日々を意味している。パネルの円には細かく精緻な飾りがなされ、創造心に満ちたもののように見えるが、実は細部まで計算された強い象徴性を持ったものである。大理石の浮き彫りを模したかのような縁飾りは聖書に記されたキリストの生涯を 物語性豊かに表現している。ミラフロレスの祭壇画はファンデル・ウェイデン自身が描いた、洗礼者ヨハネをモチーフとした他の祭壇画と関連づけて議論されることがある。どちらの祭壇画にもアーチ状の縁飾りがあり、その縁飾りの基部は茶色に塗装された木製の扉のような外観を与えられている。小さなレリーフのような人物像が配置された幻想的な雰囲気を持ち、このことが それぞれのパネルに描かれたモチーフの主題を強調するための役割を与えられている。ミラフロレスの祭壇画の左翼には紫がかった白色のローブを身につけ、幼児キリストと見つめ合っているマリア、フードがついた赤い衣服の杖にもたれてまどろんでいるヨセフが描かれている。マリアのローブの縁にはルカによる福音書の一章46から48の我が心あるじをあがめで始まる。 マリアの祈りが金色の文字で書かれている。このパネルは美術史カエル・ビンパノフスキーが聖家族をシンプルに描いたものだと指摘するまではキリスト生誕が描かれていると長い間考えられていた。このパネルの縁飾りにはキリストの生涯の内幼児、キリストの神殿方言までの主要な出来事があしらわれている。ファンデル・ウェイデンの先霊者、ヨハネの祭壇が 絵画館庫の祭壇画とミラフロレスの祭壇画には曲がりくねった道、扉のようなアーチ状の縁飾りに描かれた浮き彫りなど多くの点で共通のモチーフが使用されている。中央パネルには赤色のローブを身につけ卓形に処せられたキリストの意外を抱きかかえるマリアとその両脇に立つ聖ペテロとセールカが描かれている。二人の聖者はどちらも黒色の衣で、 初期キリスト教の確立と福音書をそれぞれ象徴している。右翼にはどの福音書にも書かれていない母、マリアの前に姿を表す復活したキリストが描かれている。ファンデル・ウェイデンはこの作品で左から右への時系列で物語が進んでいく構成を採用している。しかしながらこのパネル単体ではマリアの前に姿を表すキリストの右の背景に 時系列としては過去であるはずの墓所から復活して立っているキリストが描かれている。光景よりも前景に見えるものの方がより最近の出来事を意味するように思わせて絵画に深みを持たせる効果を狙ったもので背景の開かれた扉越しに見える長く曲がりくねった工事が遠くのキリストの墓とマリアの部屋とを繋いでいることもこの作品に遠近感を与えている。ファンデル・ウェイデンは右翼に 曲がりくねった工事、内側に開かれた扉、床のタイルに降り注ぐ外交など、キリストの復活を意味、象徴するものを数多く描いている。このパネルの縁飾りには、キリストの受難の前兆としての旧約聖書からの、アブサロムの死、遺作の犯罪などの出来事が見られる。カスティーリャ女王イサベル一世、フオーフアン二世は、ヤンファンエークに祭壇画の制作依頼をしようとしたが、 ファンエイクが死去してしまったために、ファンデル・ウェイデンに、ミラフロレスの祭壇画の制作を依頼した。イサベル一世はこの作品に感銘を受け、ファンデル・ウェイデンの工房あるいは追随者に、ミラフロレスの祭壇画の模写作品を制作させた。ミラフロレスの祭壇画は20世紀初頭になるまでは、ほとんど忘れ去られ、無視されていた作品だった。この祭壇画が、 ファンデル・ウェイデンの作品であると最初に同定したのは、ドイツ人美術史家マックス・ヤーコップ・フリート・レンダーが表した初期フランドル派に関する先駆的な大著15-16世紀のネーデルラント絵画の名作で1950年代初めのことである。エルビン・パノフスキーも1950年代にこのフリート・レンダーの著書を元にしてミラフロレスの祭壇画の詳細な説明と 複雑な宗教的偶意についての文献を残している。オリジナルのミラフロレスの祭壇画よりもわずかに小さいが忠実に模写された複製画が現存している。この複製画の右翼はニューヨークのメトロポリタン美術館が左翼はグラナダの王室礼拝堂が所蔵している。この複製画はカスティーラ城をイサベル一世が所有していたもので長い間オリジナルの祭壇画とされ、 複製型とは考えられていなかった。しかしながら、1956年の終わりに、美術史家マックスやコップフリートレンダーが、グラナダ王室礼拝堂の祭壇画の方が有名で、ベルリンの絵画館の祭壇画は、その複製であるとして重要視されていなかった。だが、絵画館の祭壇画はタグ読みないほど、大切に保管されてきた作品である。絵画館の祭壇画は礼拝堂のそれよりも劣っている。 箇所も見受けられるが、礼拝堂の祭壇画は極めてよく描かれた複製画であるとした。そして、近年の下絵や塗装技法などの研究技術の発達により、グラナダ王室礼拝堂とメトロポリタン美術館の祭壇画が絵画館のミラフロレスの祭壇画よりも後に制作されたことが確定することとなった。1982年に実施された年輪年大学を用いた測定によって、 グラナダ王室礼拝堂とメトロポリタン美術館の祭壇画に使用されているオーク材がファンデル・ウェイデンが死去した年と考えられている1464年よりも後年の1492年以降に切り出された木材であることが判明したのである。これに対し絵画館のミラフロレスの祭壇画で使用されている木材は1406年頃の年輪が残っており、 おそらく1420年代初頭に切り出されたものと考えられている。さらに赤外線による下体の調査で絵画館のミラフロレスの祭壇画には完成に至るまでに何度も構成が変更されていることが判明しており、このことも絵画館のミラフロレスの祭壇画が武者による作品ではないことを証明している。ミラフロレスの祭壇画はイサベル一世の父である カスティーリアオフアン2世からの依頼で制作されたもので、1445年頃にスペインのプルゴスの近くにあったカルトジオ会ミラフロレス修道院に寄進された。イサベル1世がミラフロレスの祭壇画の複製画を注文したのは、このような祭壇画が宗教的権威の公用、あるいは作者、所有者の地位の向上をもたらすためだったと考えられる。ありがとうございます。